はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、主に箱型のトラックについている、なんかこの象牙のような形の黒い物体について、これは一体何なのかというようなことで解説をしていきたいと思います。主に箱型のトラックの中でも冷凍車によくくっつけられている部品なんですが、もともとですね、これはゴム製のホースとなっていて、冷凍車の箱を清掃するときにこう水で流すんですけれども、その水がよく排水されるようにつけてあるホースになりますね。もし接触したりとかぶつかったりしたときに怪我したりしないのか、硬いのか柔らかいのかっていうようなことをよくご質問いただくんですけれども、基本的に材質はゴムのホースになっておりますので、人に当たっても大きな怪我をするようなものではないんですけれども、車体の外まではみ出しているようなタイプは違法改造になりますので、当然車検とかをこう通すことはできません。冷凍車といいますと、やっぱり一番多いのは食品を運ぶ仕事が多いんですね。例えば、一番最初に上がってくるのは魚ですね。それから氷やアイスクリーム、あとは冷凍食品なんかも積んで走ることが多いです。私自身も冷凍の大型車に乗っていたことがあるんですけれども、冷凍車の箱を作っている仮想メーカーはですね、同じようなホースをつけているんですけれども、冷気が逃げないための工夫として先端がこう先細りになっているんですね。どうしても冷たい空気というのは高いところから低いところに流れますので、こういったホースをつけていると箱の中の冷気が逃げ出しにくくなるというような意図で設計された部品になります。実はそのホースの根元のところにですね、簡単に言いますと浴槽の蓋のようなゴムの線がついているので、それをちゃんと閉じていれば冷気が外に逃げることはないんですね。でこの先細りのホースが大量の水を流したり、あるいは箱が特に汚れていたりすると、ゴミなんかがこの中に詰まってしまって排水性が極端に落ちるんですね。それを嫌って太手のホースに付け替えるというような、実用的な部品だったんですけれども、だんだんそれがこう冷凍車特有のオプションのような感じになってきて、今ではアートトラックなんかでもおなじみになってきたんですけれども、結構こう外に跳ねてね、まるでこう象の牙のような象牙のような形をしているホースになってるわけですね。やっぱり大型のトラックからああいったホースが外に飛び出していると、どうしても当たって大丈夫なのかとかね、結構大きくて派手な部品ですので、あれに恐怖感を覚える方っていうのも特に二輪車に乗っている方は多いんじゃないかなと思います。私自身も車体の外までこうはみ出すような大きさの象牙ホースっていうのはいかがなものかなとも思うんですけれども、本来の目的というのは箱の掃除をするときに水が流れやすくなるようにっていうような工夫で考えられた、太手のホースなわけですね。特に魚を運ぶトラックなんかは毎回清掃しないとどうしても魚の匂いがついたりとか、魚だけでなくても食品を運ぶトラックっていうのは特に匂いにかなり気を使うんですね。毎回毎回前の荷物の匂いが残らないようにというふうにきれいに清掃するんですけれども、冷凍車っていうのはね、凍らせてしまっているのでそんなに匂いはつかないんですが、主に冷蔵で使っているトラック、その場合は凍らせていないものも運びますので、匂いのきついようなものを運んだ後っていうのは結構頻繁に掃除をしなければならなくなってしまいます。ここで豆知識なんですけれども、実は冷凍車にも3種類の温度帯があるんですね。1つ目はチルドと呼ばれている温度帯です。これはプラスの1度から10度までの温度帯を維持しながら運ぶためのトラックの温度帯の通称です。チルドと言われているように凍らせないで運ばなければならないもの、主に飲料だとかデザート類、あとはコンビニのお弁当やおにぎりなんかもこの温度帯で運ばれます。2つ目がフローズンと呼ばれている温度帯です。これは0度以下の商品を運ぶトラックです。0度以下ということなので、凍っている商品を運ぶと思えば分かりやすいかもしれません。一般的な冷凍車ですと0度からマイナス30度までは設定ができるようになっています。マイナス30度以下の温度、これを運べる冷凍車っていうのもあるんですけれども、液体窒素を積んでいる非常に特殊な冷凍車、主に超低温冷凍車というような特殊な車になってくるわけですね。一般的な食品でしたら0度から30度の間で凍らせて運ぶというのが一般だと思います。アイスクリームや氷なんかもこの温度帯で運びます。
それから3つ目の温度帯なんですけれども、これがドライと呼ばれている温度帯です。ドライというのはプラス10度以上、つまり常温で運べる荷物を運ぶトラックですね。冷凍機を回さなければ一般的な箱型のパネル板と同じように常温で運ぶことができます。この冷凍機というのは室内からオンオフ、この操作が可能で、自動的にある一定の温度を保ちながら運行することができます。便利なのは先ほど説明したチルド、フローズン、ドライ、この3つの温度帯を1つの冷凍車で賄うことができるというようなことですね。そういった冷凍車もですね、例えば帰り荷でドライの商品、常温の商品を運んできたりとか、パレットだけを回収してくるというような仕事もあるわけですね。特にパレットなんかは物流センターの外の敷地に置いてありますので、場所が悪いところですと砂利の上に直接パレットを積んであって、それを回収して帰るというような仕事もあります。自分でフォークリフトを動かしてそういったパレットをトラックに積み込んで運びに行くんですけれども、どうしても砂利の上に置きっぱなしになっているパレットっていうのは小石とか枯葉とか、あるいは虫の残骸とか、そういったゴミがたくさん付着していまして、帰ってきてパレットを下ろしてからその荷台の掃除をする必要がどうしても出てくるわけですね。例えば低床4軸の大型車なんかですと、エアサスペンションで後ろの部分を上げて、後ろからバーッとホースで水を流すことで、前のホースからそのゴミを出すと、洗い流すというようなことをやりますね。双輪エアサスといって、前輪も後輪も全てエアサスペンションで車高の調整ができるタイプの車ですと、前を上げて後ろを下げるとか、前を下げて後ろを上げるというようなこともできますので、一般的なエアサス車に比べて傾斜をかなりつけることができますね。そういった車ですと洗い流す作業なんかするとき非常に楽です。要は庫内の奥の方から観音扉に向かってバーッと水を流すことで、かなり傾斜がついていますので、面白いようにゴミがバーッと流れているわけですね。私もやっぱり純正の先細りのホースっていうのは、どうしてもそういった小石とか枯葉なんかが詰まってしまって水の排水性が悪くなるというようなことは何度も感じていました。最悪詰まって流れなくなってしまってっていうと、ホースを一回外して中をこう清掃してからっていうようなことになってしまうので、あんなにこう象牙のように外に跳ねるのはちょっと危ないと思いますけれども、ストレートタイプの太いホースだったら使ってみた方が多分効率はいいんじゃないかなと思います。ちゃんと蓋をしていれば冷気が逃げる心配もありませんし、外側にドレンコックのように手動で締められるような手動式のコックがついているものもありますので、今はあんまりこう冷気が逃げるとかというような心配はしなくても大丈夫なようになってますね。今回は箱型のトラックについているヒゲのようなね、象牙のような形の物体について、この正体は一体何なのかというようなことで解説をさせていただきました。トラックに乗ってる方だったら当たり前に知っているようなものなんですけれども、一般の方から見るとああいったものの装着している意味がわからないと。例えばバイクとか自転車の人からすると、外に向かってああいうパイプのようなものが出ているとぶつかったら危ないんじゃないかっていうような、ご意見質問っていうのも結構いただいてましたので、この動画で解説をさせていただきました。今回の解説で皆さんの中の謎が一つ解ければいいかなと思っています。最近たくさんのコメントをいただいてすごく嬉しく思ってますね。この他にもトラックのことについてわからないことや気になっていること、あの部品ってどういうような効果があるのっていうようなこと、もしご質問等ございましたらコメント欄の方にお気軽に書いていただければ、次回以降の動画で回答させていただきたいなと思っております。今回はちょっと長い動画だったんですけども、また最後まで聞いていただいてありがとうございました。先日もお話しした通り、トラックのシミュレーターを今後やっていこうかなと思ってるんですけれども、ちょっとパソコンの方が欠品になってまして、到着するまでちょっと時間がかかりそうです。到着し次第早速シミュレーターを組み上げて VR の映像をお届けできればなと思っておりますので、今後ともあやとサロンお楽しみにお待ちいただければと思います。それでは皆さん、明日も一日安全運転で元気にお過ごしください。旅行などでお出かけになる方も道中ご安全にお出かけください。それではあやとでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。